最年少です。そうですね、はい。なんかちょっとこう一歩引いて見てる感じがあるのかなって思ったんですけど、はい、基本お客さん目線なんでしょうね。第三者見てるの面白いんですよ、後ろへえ、はい、みんなよく喋るんで、はい、聞いてたい。へえ、なんか和田さんの癖とかないですか、メンバーの皆さんから見て。いや結構あるでは、でも結構ある。リハーサルで5分しか休憩ないって言ってるのに寝ます。あ、5分で。へえ、寝ますね。スッキリするんですよ。5分で睡眠に入りますか。入りますね。タオル顔にかけて真っ暗にして仰向けで。へえ、スッキリします。どこでも寝られるタイプなんですね。そうですね、最近ちょっと首弱いんであれですけど。首が弱い、はい、痛めたんですか。そうなんですよ、首鳴らしてたら当てててててて。あ、首を鳴らす癖があるんじゃないですか。じゃあそうです、首を鳴らす癖があります。はい、開けるんですね。